2人で、まあ、同じブランドさんを購入させていただきました。なかなか珍しい3点目がですね、おいしょー、わい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 、おいしゃー、おー、大物っすね。大物です。めちゃめちゃ大物。ダッキーしたいです、はい、ということで、今回なんですけども、新年初売り戦利品ご紹介していきたいなと思います。うい、毎年恒例のやつね、はい、爆買いかな、爆買いなのかなまあ何を買ったかというとね、こんな感じで、おいしょー、うい、いいよこういう写真は、もう、まあまあ、サムネみたいなのもね、早速ね、はいはい、皆さんにね、どんどんご紹介していけたらなと思います、はい、まず一発目、おいしょはい、ということで一発目はですね、2人で、まあ、同じブランドさんを購入させていただきました。なかなか珍しいことだよね。そうですね、今回ですね、あのルーペというですね、はい、ブランドさんが、22SS シーズンから立ち上がるということで、はい、昨年ですね、僕ら2人で展示会に行かさせてもらって、はい、そちらのね、あの時に選ばさせてもらった商品が今届いたということですね。なんか1月13日から発売みたいなので、ぜひ皆さんもチェックしていただけたらなと思います。できたてほやほや。ただですね、ルーペというブランドはですね、何ぞやっていうところがあると思うんですけども、そうだね、まあ、僕らのね、勝手な印象なんですけど、うん、めちゃめちゃこう素材に特徴があるブランドさんなのかなと思います。 そうだね、それぞれね、スウェットと結構ゆったりの、シャツを選んでるんですけども、うん、この僕のスウェットはですね、表地はですね、こうヴィンテージライクなガシッとした素材感なんですけども、ちょっと裏地はですね、ちょっと柔らかめの裏地になってて、うん、そうだね、でかなり重厚感があります。これね、触ったら分かるんですけどかなりガシッと、これ以上ないんじゃないかぐらいの重厚感があります。そうだよね、ただ着た時にはなんかしっかりとフィットするってところもあって、かなり、うん、いいなって、僕自身もね、めちゃめちゃね、気に入ってるアイテムですね。なるほどなるほど。で、高尾さんの方も生地感が張り腰あるんだよね。そう、めっちゃ張り腰あって、はい、ただね、そんな張り腰あるからといってカジュアルな感じじゃなく、ちょっと光沢感もあったりして、そう、ね、程よく上品だったりして、触った感じもちょっとこうぬめっとした、こう、あ、そうだね、肌触りの良さというか、そうだね、当たりの良さがあるよね。ということでね、はい、実際に着ていけたらなと思います。着てみましょう。はい、おいしょー、おい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 、いかがでしょう。いいやん、いいやん。あのですね、ルーペさんの、はい、特徴としてもう一つね、あってですね、サイズ感なんですけども、うん、サイズ感が1、3、5っていう形で、着丈と身幅それぞれあるんですよ。なんで僕が今1号というサイズを選ばせてもらってるんですけど、着丈短め、はい、短めで身幅が5で一番広いっていうのを選ばせてもらってます、ね、なので自分のね、ファッションのスタイルだったり、はい、体型に合わせた着方がね、できるんですよ。だから同じアイテムでも全然違って見えると。なんか僕はこういった細いね、デニムに合わせたいなって思ってたので、上はちょっとゆったり着れたらなっていうのもあって、はい、こう1号というサイズをね、選ばさせていただきました。なるほど。はい、でこのアイテムのね、ちょっとね、特徴なんですけども、はい、袖口のリブはですね、結構幅が小さめになってて、幅狭め、ただこの首元のリブは幅広めに取ってるんですよ、モックネックみたいな、ね、この辺のね、ちょっとした遊びだったり、うん、あとここのポケットです、サイド、あ、それいいね、これあるとないだけどね、地味にいいやつ、うん、この辺は一つの特徴かなと思います。なるほど。はい、ということでね、続いて僕のターンなんですけれども、はい、僕が買ったのはこちら、ワイドロングシャツというね、アイテムとなっております。高尾さんらしいね。まあ、僕と言ったらシャツかなと自負しております最近のサイズ感ももう高尾さんにドンピシャじゃないですか。ドンピシャかな、うん、高尾さんのこうヴィンテージのこう合わせのスタイルにすごく相性のいい、そうかな、うん、まあ、ちなみに僕はですね、サイズ大輝と同じ1号を購入して、1号いったんや、はい、身幅あるの丈短め、ね、なんか僕らの好きな好みやっぱあるんだね。まあ、たまたま一緒になっちゃったっていうね、うん、はい、いやいやいや、何嫌みたいな感じ、いやいや大丈夫ですそう、でもこう高さ感ってね、本当に上品なね、生地なんですよね。でもその割にはそうなんです、結構シルエットはカジュアルなテイストなんですけれども、うん、素材感だったり作りっていうのはやっぱりこう、まあ、ドレス感があるので、その辺の塩梅がめちゃめちゃええんちゃうかなと思っていて、あと色が地味に OK ですまあね、気になった方はぜひですね、インスタグラムとか情報を貼っときますので、そちらで、ね、はい、チェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで続いてどんどんいきますよ。どんどんいきます。結構いっぱいあったんで、今回3点目がですね、おいしょー、わい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 、やばいじゃん。初売りといえばドーバー、そうなのかなド派手な商品購入させていただきました。もう袋からね、もう分かるから、つけてるからさ、おいしょー、
チカチカするもんね、少し。こちらですね、ラスベートのスウェパン購入させていただきました。いや、スウェパン、はい、スウェパン。さっきね、スウェット上買ったんですけど、今回はスウェットの下をね、購入させていただきました。はい、ド派手なピンク。ド派手だね、これは。本当に。はい、派手。いやね、ドーバーに初売りに行って、うん、まあ、下の階からね、いろんなアイテムを試着させてもらって、そうだね、ウィングもの他にもね、いっぱいあったんですけども、なんだかんだ結構ほぼ上の階ぐらいで、そうだ、ね、最終的にこちらがね 40% のセールになってたんで購入させていただきました。こちらのブランドはね、ゴーシャがやってるブランドで、はい、まあなんか高岡と2人で話してて、まあ、ゴーシャだったら僕だったらピンクかなっていう話で、うね、いくつかね色あったんですけど、ね、うん、ピンクのこちらのド派手のスウェットパンツ購入させていただきました、ね、うん、まあ、特徴としてはもうこのド派手な色味 と、まあ、とにかくこの色だよね。ここにね、まあ、刺繍でロゴが入ってるような感じですね、はい、ちょっとねこちらも履いていけたらなと思います。おいしょー、おい、はい、いかがでしょう。やっぱあれだね、いやド派手すぎて、まあ個人的にねまだね何が正解なのか分かってないんですけども、なるほど、はい、でもなんか今シーズンはこういったねちょっと明るい色のパンツをねチャレンジしていけたらなと思います。そういうことなんや、はい、ということで次行きましょう。続いて私の購入品なんですけれども、はい、4点目です。お願いします。デニム、デニムです。めちゃめちゃデニム買うやん。いやまあそうだね、ずっと買ってるからさ、うん、どん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 ね増えてってる、ね、本当に。こちら僕が今回購入したアイテムはですね、はい、アプレッセのデニムとなっております。アプレッセ今ふつふつとよく名前聞きますね。まあまあふつふつと来ている、人気急上昇中、人気急上昇中かもしれませんといったブランドで、はい、いやすごいいい雰囲気だね。なんかいい雰囲気でしょ。これユーズドかと思ったもん一瞬でしょ、うん、っていうぐらい、まあ、実はですねこちらのね、うん、デニムですね、まあ、それこそヴィンテージの、まあ、デニムを、うん、まあ、再現した、忠実に再現した、うん、まあ、デニムとなっておりまして、とにかく僕が一番気に入ってるのは、ね、色落ち、うん、色落ちいいね。そうこのね縦落ちの具合なんかがね、うん、本当にワンちゃんこう古着屋さんに並んだらね分かんねえんじゃねえかなっていうぐらい忠実にね再現されてるところがね、最近のヴィンテージ好きの私としてはですね気に入っているポイントではあります。まあというところでね、まあシルエット気になるところかなと皆さん思うので早速来てね、いいよ来てみてください。その雰囲気というのを皆さんにご実感いただけたらなと思います。お願いします。よいしょー、おーい、いかがでしょうか。シルエットこんな感じです。はい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 、いい感じの、はい、いい感じですか、うん、なんなら今のシャツとのコーデがもう最高じゃないですか。まあそうだね、うん、ちなみにこちらですね僕サイズをねなんと38という、38ウエスト38です。ウエスト 38? そう38というねバカでかいサイズをね買ってあるんですけどそんなサイズあるんや。やっぱここがこのブランドのもう一つの面白いポイントではあって、なるほど、ね、いい意味でやぼったい感じで履けてるんじゃないのかな。なるほど、その辺がねこの、まあ、パンツのシルエットの気に入っているポイントではあります。これからね少し暖かくなってきて春のシーズンとかはこんな感じでねさらっとさらっとスタイリングして、はい、着ていけたらなと私思っております。はい、いかがでしょうか。はい、ということで続いて5点目ご紹介していきたいなと思います。5点目、はい、5点目はですねちょっと軽めのアイテムで、よいしょ、ユニクロさんで購入させていただきました。いやこれはねでもねそれこそドーバーに行って隣がねユニクロなので そのまま行ってついつい見つけて購入してしまったんですけど、僕これがあると知らなくて、こちら JW アンダーソンとユニクロのコラボレーションのカシミヤの手袋です。そうカシミヤなんだよね実はね。そうそうそう、まあ、JW アンダーソンらしいねこのカラーリング、ね、でここにロゴが入ってて、うん、で素材感がカシミヤということで最高です。すでに最高だ、すでにもう最高です。もうだってこんなの普通に JW で買ったらいくらするのってぐらいの多分値段になるんで、最高です本当にユニクロさん、もう最高です。ということで5点目はこちらです。次6点目高尾さんお願いします。はい、お願いします。おお、大物ですね。大物です。めちゃめちゃ大物。お願いします。めちゃめちゃ大物やんけ。めちゃめちゃ大物。ほいしょほいしょほいしょ。めちゃめちゃ大物やん。これ持ってなかった。似たようなの持ってます同じくですね、はい、こちら僕購入したのがですねイギリス軍の、まあ、DPM カモのねアウターを購入しました。すごいね、結構古そうだね。そうこれ値段はね80年代ぐらいなんですけれども、ねまあ、僕ね結構 DPM カモ好きなんですよ、個人的に。イメージあるもん。大輝に前もそうもらったやつね結構着てってある、はい、すげえ着てたんですけどちょっとやっぱコットン地のものがね欲しいなとは常々僕思って、なるほどですね、欲しいなと思ってたらちょうどね
渋谷のブラケツさんにあって、はい、おこれは買いだろうと思ってね、即決させていただきました。だからずっとブラケツ、ブラケツって言ってた、ね、ブラケツずっと来たくって、なかなか行かなくて、やっとね、年始発売で行けて、結構私テンション上がっております。ちょっと来てみてください。行ってみましょう。はい、しちゃいおえいかがでしょう。めちゃめちゃいい感じ。北京の長さなんかがすごく良かったりとか、ね、めちゃめちゃ長すぎるわけでもないんだけど、そうちょうどいい感じだよね。ちょうどいい、本当にこう羽織としてはね、うん、抜群なサイズ感かなと思ってて、なんといってもこの BPM 感はね、BPM、うん、それが本当によくて、まあ、鴨柄ってなんかあるもんね、好きな柄いろんなものがあるからさ、うん、好きな柄があるもんね、人それぞれ。そうそう、これなんだ。そう、この中、その中でもやっぱこう、うん、トップ3に入る。なるほどね、好きな鴨柄になって。わかりました、はい、あとなんかこのこれも一緒に買ってたんですね。バレちゃった、はい、袋に入ってたんですけど、はい、これ、はい、あのこれイギリス軍のマフラー、はい、これは割と近代のものなんですけど、あ、そうだよね、はい、まあ、長さがこういう小物買うの好きだよね、はい、こういう小物を買うの大好きなんで、まあこういう風に、ね、さらっと巻くだけでね、なるほど、少し雰囲気出るんで、いいね、ええー、ちゃんが、わかりました、はい、まあ、こういうのあるとすごく便利なんで、皆さんよかったら買ってみてください。はい、ということで、はい、最後ですね、はいはい、最後ね、最後いきましょう。最後がですね、僕です。大気が買ったやつ、はい、今7点目ぐらいもいったのかな。そう、マフラー入れちゃうと7点目かな、8点目で、おいしょー、いや見覚えがあるんじゃないでしょうか。これはね、某動画出てました、はい、うん、あの先日のアームさんの動画でもあのご紹介したんですけども、はい、こちらも買っちゃいました。あ、これか、まあ、気に入ってたからね買っちゃいました、うん、とりあえずちょっとね、あの見た方もいるんですけど着てみます、改めて、はい、いかがでしょう、いかがでしょう。いや、いいんちゃう。はい、こういった感じでこの相性半端ないっす。意外といいんじゃないですか、ピンクのパンツに。意外と合う ね思いのほか、ね、このね、本当にね、柄もね、可愛くて、はい、忘れられなかったアイテムなんですけども、そうだ、ね、何よりね、やっぱりね、サイズ感がね、すごいやっぱいいなって思ってます。ちょっとオーバーサイズね。そうそうそう、ビッグニットって感じで、うん、やっぱ最近こう大きいニットを1枚で寒い時期も着るっていうのがね、僕の中でやっぱハマってるんで。ハマってんだ、はい、これぐらいが本当にちょうどいいです。超気に入ってるアイテムです。いや、いいよ、俺も欲しい。あったかいんですよ。まあ、それはあったかいやろ。最高っす。なるほど、はい、ということでいかがだったでしょうか。最近のね、購入品ということで皆さんにご紹介させていただきました、うん、はい、ぜひですね、いいなと思ったアイテムがあればですね、それぞれチェックしていただけたらなと思います。いや、初売り大勝利じゃないですか。はい、大勝利です、はい、はい、ということで本日は以上になります、はい、最後までご視聴ありがとうございました。では皆さん、またバイバイ。